買う気にさせる方法、経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。どうしたらお客様を買う気にさせることができるのでしょうか。ビジネスを行っていればこれは永遠のテーマです。そこで今日はなぜか買いたくなる商品の共通点を分かりやすく解説します。ヒット商品とかロングセラー商品を分析した書籍や本はたくさん出版されています。例えば時流に乗ったから売れた、時代のニーズを捉えたなど、ヒットする要因は様々です。その中で意外と語られていないのがタイミング。人生はタイミングだと言った人もいますが、タイミングが早かったために売れなかった商品というのは、これ山のようにあります。そしてもう一つ語られていないことが、ヒット商品を開発する企業と儲ける企業は違うということです。もう少しわかりやすく言うと、ヒット商品っていうのは、まあ開発ね、元になる商品あるんですよね。まあその開発、初めて開発した企業と、その開発したのを真似するとか、ちょっとアレンジして実際に儲ける企業が違うということなんです。ここご存じない方も多いかと思うので、まず最初にこの事例を紹介します。これはかれこれ25年以上前に流行ったルーズソックスという商品の話です。当時中学生や高校生の女子を中心にこのルーズソックス大ブームになりました。実はこの商品を開発した企業は大して儲けていません。巷でルーズソックスが売れてるという情報を入手して大量生産して流通させた企業、その企業が大儲けをした企業なんです。まあね、こんな話を聞くとやるせませんが、ビジネスとはこんなものだということなんです。また浅漬けの素という商品もありますが、この商品実は地方の小さな企業が開発したそうです。しかし大手メーカー、食品メーカーがそれに目をつけて大量生産して流通させて、実際に儲けたのは大手食品メーカーです。このような事例は数多くあります。ここがですね、ヒット商品の闇の部分だと言ってもいいと思います。なかなかこう表にはね、出てこない情報なんですけども、先ほど言ったようにヒット商品を初めに開発する人、その時はヒットは当然してないんですよね。で、実際にそれを真似たりアレンジしてヒットさせる企業、その企業は違うということなんですね。それで今回の主役はペプシコーラです。先日 SNS で唐揚げ専用ペプシコーラが発売されたことを知りました。唐揚げといえばビールだろうっていうね、おっさんのツッコミとかね、入りそうなんですけども、子供たちは唐揚げでコーラを飲みながらっていうね、まあそういう風なライフスタイルっていうことなんです。そこで気になるのは、従来のペプシコーラとこの唐揚げ専用のペプシコーラ、何が違うのかっていうことです。所詮ね、コーラはコーラだよって言ってしまえばもうそれで終わるんですけども、唐揚げ専用というからには何かそのね、違いっていうのは必ずあるはずです。ラベルには油切れさっぱり、そしてカロリーゼロと書いてあります。開発コンセプトはコーラと唐揚げとの相性に着目して、唐揚げの風味を引き立てるコーラの味わいを目指して開発されたとあります。まず、すっきりした味わいを実現するためにコーラの香りと甘さはね、これ控えめにしたということなんです。そして唐揚げの油っぽさ、この油っぽさの切れが良くなるように食物繊維をね配合しているそうです。それに加えて透明なんです。このコーラ見た目は炭酸水と同じといった感じですよね。味よりも色を透明にすることでスッキリ感ね、これが味わえるような気がするという、あくまでもイメージ戦略です。SNS のレビューを見てみると、コーラだけを飲むと甘く感じるっていう、そうなんですけども、唐揚げと一緒にね、いただくとあら不思議。なぜか甘みを感じない。何個でも唐揚げを食べたくなっちゃうぞっていうね、まあそんな気分になってくるということなんです。たったこれだけのことと言ってしまえばそれまでですが、
ほにゃらら専用にしてしまうと、なぜか注目されて、なぜか一度試してみたいと思うのはなぜなんでしょうか。カレーライス専用の米、カレー専用のスプーン、トロ専門の醤油、卵かけご飯専用の醤油、オムライス専用の卵、食べ物ばかりになっちゃったんですけども、やはりほにゃらら専用って言われると興味をそそられるということなんです。その他にも、例えばね、こういうふうな整体院ありました。猫背専門の整体院。かなりこう絞り込んでますよね。あとは、5年以上腰痛で悩んでいる人専用の整体。これもね、5年以上腰痛で悩んでるっていうのがポイントなんですけども、これもですね、潜在的にはね、まあ顕在的にもですけど、ニーズは相当ありそうだと思います。ということで、これはね、訴求力が高いってことになります。あなたの会社の商品とかサービス、または会社でもいいですよね。〇〇専用、ほなら専門と訴求することはできないでしょうか。それだけね、訴求力が、まあ、数倍からね、数十倍になると言っても過言ではありません。本当にね、これ不思議なんですけども、まあ一種のね、マーケティング効果だと思われますが、ほにゃらら専用、ほにゃらら専門と言われるだけでですね、なんか注目されて、訴求量が高くなって、ちょっと一回飲んでみようか、一回買ってみようか、一回体験してみようか、そんな気になってしまうということなんです。今日の話が役に立ったという方は、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。下の概要欄ご覧ください。メルマガ社長の大学の登録の URL を記載しております。メルマガ社長の大学は今、口コミでじわりじわりと広がっております。社内で回覧しているというね、企業も増えております。そしてもう一個のプレゼントが法人営業新規商談を激増させる方法です。こちらは電子書籍になっております。これもですね、ダウンロードじゃんじゃんされておりますので、ぜひ、あなたもダウンロードしてみてください。もちろん無料です。